新洋市、新洋市、新洋市、千安市、中国語、新寺、英語、春春、満州語、シミアンホトン、仙安ヒーソン、ムクデンホトンは、中華人民共和国領名称の称と、欧米諸語では、ムクデン、ムクデンの名もよく用いられる。市名は、新水のような意味で、市内の南部を流れるコン河の湖名、浸水の北に位置することから由来する。 新陽市の城在人口は825万人。その中、都市部人口625万人。従来より、東北地方の最大規模の都市であり、東北地方の経済、文化、交通及び商業の中心地である。北京から東北山省、朝鮮半島へつなぐ通用地を占めるため、高速道路、高速鉄道、鉄道在来線が放射線上で密集しており、 東北地方の最大級の鉄道と空路の運輸能力を持つ。新洋を中心に、周辺の安山、武順、栄光、鉄漁などの衛星都市と新洋経済区を形成している。一朝発祥の地、二大帝王の城のように言われ、新の時代を中心とした遺跡が多数残っている。国家歴史文化名城に指定される観光都市である。新洋の歴史は大変古く、 7200年前には、定住集落、侵略遺跡があったことが知られている。その後はしばらく地域の重要を地方都市的な位置にあった。東大は、新州が置かれ、現代には、新洋路、秋夜には、新洋中英が設置された。17世紀初、サルフの戦いに勝利した、満州族のヌルハチは後金を建国、新洋を都の城と定め、 1634年、天佐都市8年には、聖教、満州後、無区伝ほとん、無区伝ほとんと解消された。その後、清と国語を改めた後金は1644年、順次元年に、明朝の滅亡後の全部の中国を支配し、北京に占途するが、聖教はその後も副徒とされた。1657年には、法天府、阿部海アリチョンが FU が設置され、 形式的ながら中央政府に準拠した管制が整備され、現在でも本体寺時代に主要部分が建設された信用呼吸が残っている。1664年後期3年には、聖徳県アダム B ・アリホヒアが新設され、法天府の淵とされた。19世紀後半以降、それまで漢民族の移動が認められなかった満州が、 ロシア帝国の南下政策に対抗すべく、近地政策が解禁され開発が急速に推進されると、信用は地域の中心としての役割を担うようになった。1903年には、東西鉄道南満州市線が完成して、ロシア帝国の勢力下に入り、日露戦争中の1905年、法天会戦の舞台となる。1910年、戦闘2年には、 聖徳権が廃止され、権益は法典府の直轄とされ、1912年、民国元年、侵害革命により、新朝が滅亡すると、2月に聖徳権と解消されたが、河北省に同盟の聖徳権が存在したことから5月には、信用権と解消された。その後は中華民国臨時政府をめぐる混乱の中、1923年、 民国十二年には法典市が設置され、法典省の紹介とされた。1929年、民国18年にはそれぞれ信用し、両寧省と改称されている。その後は、長作林や長学寮を代表とする法典軍閥の拠点となった。しかし、鉄道駅を中心とする市街地の大半は、南満州鉄道の付属地とされ、日本が行政権や、 警察権を掌握していた。1931年満州事変により、関東軍に占領されて、日本の植民地になって、関東軍の土井原賢治を主犯とする法典市政府が成立した。同年10月15日、張金白が法典市市長に就任している。1937年、安典3年3月26日、市政が交付され、統治範囲が確定している。 新用権も当初法典市に位置していたが、1944年、安森11年1月1日に分割され、法典市と武順市に編入された法典市と再度称、1945年、民国34年日本敗戦後、満州国も日本の支持がなくなって崩壊した、それと共に法典市政府も自然消滅。東北光福の後、 中華民国政府は1947年に再びに信用と解消し直轄市とも指定したが国境内戦の結果1948年11月2日には中国共産党の勢力圏に入った中華人民共和国が成立した1949年には中央直轄市に昇格1954年に地球市に改変され両寧省の紹介として 1994年地球史から副祥史に昇格して現在に至る。中華人民共和国初期以上の歴史原因により未確認のままの残留法人が多数住んでいた。2004年に新用呼吸並びに東梁、清大大ヌルハチの母病、北梁、清大祖本大寺の母病などが北京都新洋の名、清市王朝皇宮という形で、 ユネスコ世界遺産に追加登録された。1月の平均気温は低、摂氏10.9度、7月の平均気温は摂氏24.7度、ネオ平均気温は摂氏8.5度、年光水量は6 9 0 3ト、mm、ルである。新用市は地球市、地区クラスの市として10市つく、1研究市、2県を管轄する。 中国人民解放軍の7大軍区の一である、新洋軍区司令部所在地である。市内の新洋引き工業集団は、J-15、J-16、J-31 を含む戦闘機を設計、製造している。新洋軍区司令部の所在地、新洋砲兵学院。新洋の交通は大きく発達している。日本へ空の便は、全日空、 中国南方航空などが、東京、大阪、名古屋、札幌、福岡への定期直行便を運行している。新洋鉄道局の所在地である。新洋鉄路局の管理する線路の総括的な延長の長さは、約 17,173km、営業キロは 8,809.2km、長春、新洋、金州、通り漁、吉林。 通貨の6カ所の所支局がある。国内鉄道ハルビン、北京、天津、大連などへと向かう東北地方の主要幹線鉄道5本、すべてが経由する。その主要幹線鉄道は、旗新旅客専用線、広大旅客専用線、新丹旅客専用線、広大線、新大線、京光線、新丹線、新基地線,線がある。国際鉄道、駅、 全国的には、北京、大連、ハルビン、丹東への高速道路が新洋から放射状に伸びている。また、市内には2貫路、3貫路があり、今は4貫路が計画中、5貫路、全長は405キロメートル、両年省中部貫路、あるいは新洋外貫路とも言われるも建設中。今南区において、新洋有機電車が運行されている。1号線、 回転中心から新小地園、全長1 2トル、2号線、桃線気工場から、奥体中心、1 4 8キロメートル、3号線、東北大学生気体下、1 1 3キロメートル、5号線、奥体中心新武新城、2 1 4キロメートルの4路線である。2013年8月31日に開幕した第12回、全運に合わせて、 8月15日から3号線を除き、乗客を乗せる無料の市運行を開始、10月8日から有料での正式運行を開始する。3号線も工事は終わっているが、運行開始時期を調整中。工業が盛んであり、市の郊外には多くの重化学工場が立ち並んでいる。信用市内のみならずその近隣都市県は、武純の石炭、安山の鉄鉱石、やや遠いながら、 国力交渉体系史の油田などの豊富な資源を生かした一大コンビナートであり、20世紀後半の中国を工業面で支えた。この中には、戦闘機生産、信用引き工業集団、自動車生産、花下銀車、ドイツ BMW の生産などもある。しかし、近年外資を導入した超高デルタや玉江デルタ地域の経済発展に比べ、 信用をはじめとする満州は取り残された感が否めない。このため中国政府は東北振興を旗印に東北開発を重点的に支援してり、信用も近代都市に変貌しつつある。中国最大のソフトウェア開発、IT サービス会社、東南グループも本社を置いている。2003年の全市生産総額 GDP は1、602億人民元で、 全省の4分の1を占める。信用に本社を置く最大の銀行は、政京銀行、元信用支商業銀行である。在信用総領事館は7カ国が設置している。その総領事館は、相関法律の規則により、管轄する範囲が、中華人民共和国の両名省、吉林省及び国旅交省である。最近は、外国人観光客、特に、 韓国人観光客が多く訪れている。地政的距離の近さも、去ることながら、韓国と満州との密接な経済的関係も、韓国人観光客増加の大きな理由である。観光スポットとしては、寝台史跡がメインであり、河南の華やかさと対比して、誠に質実剛健な河北、東北部の文化を見ることができる。また、20世紀前半の超作林時代、 満州国時代の欧風を取り入れた建築物も、市街地各所に現存している。各時代によって、市政府の編成や名称が異なるが、ここでは、法典市政公所、1923年8月1日、最初成立、信用市政府、1929年4月2日、改名、法典市政府、1931年9月20日改名。 と信用し人民政府948年11月2日成立の歴任市長を列挙する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。